マネータイムハックのりょうです。今回はお金の勉強をしなきゃ一生搾取され続ける理由という内容でやっていきます。ちなみに私は元銀行員、元証券マンで、途中まで半沢直樹みたいなキャリアの人間なんですけれども、なんだか重たいタイトルですが、とても大事なことなので、いや、ものすごく大事なことなので、お金の勉強はしなきゃならんという部分をこの動画で解説していきます。いやいや、そんなお金なんて気が引けるなと感じてしまう人もいるかもしれませんが、お金と接しない日なんてないですから、お金の勉強は一人の例外もなくしなきゃダメです。なので、この動画でなぜお金の勉強をしなければいけないのか、その理由とそのお金の勉強をどこからどうやって始めていくべきなのかについて解説していきます。なので、お金の勉強をして人生楽芸にしたいという人はぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速いきましょう。なぜお金の勉強をしないといけないのか、お金の勉強とは何か、どこから始めたらいいのか、この3つでやっていきます。まず、なぜお金の勉強をしなければいけないのかですが、早速結論です。お金の勉強をしなければいけない理由は、お金がルールだからです。これまで他の動画でも何度も言っていますが、この世の中の今のルールが過去の賢い人たちが作ったお金のルールの上に成り立っている社会なので、その社会に生きる私たちは一人の例外もなく、そのルールであるお金を勉強しなきゃいけないという、ものすごく単純な話です。いや、そんなルールなんて知らなくてもノリと勢いでいけるでしょ、今もなんとかなってるしと感じる人もいるかもしれませんが、バスケのルールを知らなきゃバスケはできない、サッカーのルールを知らなきゃサッカーもできない、テレビゲームもルールを知らなきゃ楽しめない、家電製品も説明書を確認しなきゃ使いこなせないですよね。なので、今のこの社会のルールを作っているお金についてちゃんと学んでおかないとしんどくなりがちです。別にお金持ちがすごいとか偉いというわけじゃないけど、お金の勉強をして今の社会のルールを理解しておいた方が、今の世の中を今よりも楽しめるようになって裕福な生活ができる可能性を高めることができます。そしてお金に苦しめられる人生になる危険を回避できるようにもなります。なので、この今の社会のルールにうまーく波乗りするために、お金の勉強はしておいた方がいいよねという、ものすごい単純な話です。この世の中のルールである仕組みについてよくわかる本に、21世紀の資本という本があるのですが、この本はお金持ちと庶民の格差が今後も拡大し続けるという、この世の中のルールである資本主義の仕組みを解説しています。なので、まさにこの動画のテーマでもあるお金の勉強という観点でぜひ読んでほしいのですが、この本なんと728ページもあり、内容も決して読みやすいわけじゃないので、内容をつかむだけの漫画版がおすすめですね。それすらもうめんどくさいという横着な人は、このチャンネルの動画で過去に解説したものがあるので、サクッと勉強したい人は概要欄から覗いてみてください。世の中のルールに波乗りするという、お金の勉強をしなければいけない理由が抑えられたところで、そもそもお金の勉強って何なの？何をどうやって勉強していったらいいの？という部分について順に解説していきます。では次、お金の勉強とは何かですが、最近はお金の勉強というと、コロナショック後の投資の盛り上がりにより、お金の勉強イコール投資の勉強、どうやってお金を増やしていこうか、ここにフォーカスされがちです。テレビや雑誌などのメディアも投資とやたらうるさいですし、投資は不労所得、投資家が最強みたいな論調がありますが、そんなことないですからね。メディアなんかはキラキラした部分ばかりフォーカスされますが、ただキラキラしたところだけ切り取っているだけです。そこに至るまでに色々な苦労が人それぞれあります。なので、投資の勉強ももちろん必要なんですが、お金の勉強は投資の勉強だけじゃダメなんです。むしろお金があまりない頃は、投資の勉強はあまり活かせないんですね。なぜなら、投資の勉強はある程度あるお金をさらに増やすための手段だからです。なので、お金というカテゴリーの一つのピースに過ぎないんですね。つまり、お金の力は投資だけじゃなくて、で総合力なので、お金の勉強も総合的に勉強していくことが必要なわけです。両学長の書籍のお金の大学なんかでも言われてますが、お金の5つの力、貯める、稼ぐ、増やす、守る、使う。これら全てが大事ですね。それぞれの力に得意不得意があるのはいいのですが、この5つのお金の力は掛け算なので、どれか1つでもゼロに近い著しく弱い部分があると、お金の総合力はゼロになってしまいます。例えば圧倒的に稼ぐ力があっても、貯める、守る力がなくて一銭も残らない人、自己破産してしまう人がいますよね。あとは貯める力にものすごく長けていたとしても、稼ぐ力が全然なくて収入イコール生活費になっていたとしたら、いつまで経ってもお金は増えていきません。あとはお金を守る力が全くなければ、詐欺に騙されたりして今まで築いてきた資産が一瞬でなくなってしまうかもしれません。なので、お金の5つの力、貯める、稼ぐ、増やす、守る、使う、全部大事なんですね。総合格闘技みたいなもんですね。このお金の大学、まだ読んでない人はお金の入門書としておすすめです。行動のきっかけにもなりやすい構成になってますね。さらにプラスアルファで加えるのだとしたら、この5つのお金の力のテクニックの部分に自分の価値観や自分にとってのお金の必要性、このあたりの自分自身の軸とリンクするようになると、自分の必要性に応じてこの5つのお金の力をより一層高めることになり、より深い知識を学び、より大きな行動ができるようになるはずです。なので、今の世の中の論調は投資だ投資だと騒がれがちですが、そうじゃなくて、お金の力は総合力だからお金の勉強も総合的にやらないといけません。では最後に、このお金の総合力を高めていくために、お金の勉強をどこから始めたらいいのか、どうやって始めていったらいいのかという部分について解説していきます。その解説の前に2つお知らせです。YouTube の短い動画では話しきれないお金についての限定動画を LINE の登録で無料プレゼント中ですので、もっとマネーリテラシーを高くしたい、将来お金に困りたくないという気持ちがある人は概要欄から覗いてみてください。もう一つは、お金に強くなれる情報を定期的に発信していますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では最後、どこから始めたらいいかですが、この解説の前にまず謝らさせてください。お金の力は総合力だから勉強も総合的にと、ここまで散々言ってきましたが、ここまでの話と早速矛盾します。いや、むしろ真逆になります。お金の勉強は一点突破なんです。お金の力が総合力なのは間違いないのですが、この5つ全部をまんべんなく高めていくのはあまり効果は期待できません。国語、算数、英語、社会、理科、この全部の教科をいきなりカバーするのは大変ですよね。なので、お金の勉強も一点突破で全集中が効率的です。じゃあどこから始めるのが正解なのと感じていると思いますので、どこから始めるのが正解なのかを解説したいのですが、実はこれもどこからが正解というものはありません。なんだよ、歯切れが悪いなと感じさせてしまったと思いますが、ここは諦めてください。なぜなら、先ほどお金の総合力は掛け算という話をしました。つまり0点に近い力があれば、まずそこから改善するのが鉄則です。そしてその弱点がどこなのかは人それぞれなので、勉強をスタートさせる部分も人それぞれになるわけです。例えば毎月の収入と支出がほぼ一緒で、投資するお金が全くないという人でも、収入と支出が15万円でトントンなのか、50万円でトントンなのか、この両者は全く前提が異なります。一人暮らしなのか、4人家族なのかという家族構成でも前提条件は全く異なりますよね。むしろこの前提条件が完全に一致する人なんていないぐらいですよね。なので、どの力が一番のウィークポイントなのかは人それぞれ全く異なるわけです。ただ、どこから勉強を始めるのかはバラバラなのは承知の上で、稼ぐ力を一点突破の全集中で高める。これをお勧めします。なぜなら、大半の人がサラリーマンですよね。そうすると1週間の時間の大半は仕事なわけです。ということは、一番自分の時間を費やしている時間の効率を上げた方が、仕事の時間単価を上げた方が効果が高いのは当たり前ですよね。副業業やら投資やら色々言われていますが、本業にコミットするのが最優先です。これが一番コストパフォーマンス高いはずなんですよ。それに本業で成果も出しておけば、給与の伸びが止まったところで転職にも活かせますし、その経験が副業や起業を始めるタイミングで生きてくるわけです。なので正直いきなり投資を始めなくてもいいんですね。インデックス投資で長期分散積み立て。これが王道なのは他の動画でも言っている通り事実なんですけど、もっと優先すべきことがある人もいるはずです。いや、むしろ優先すべきことがある人の方が多いはずなんです。そして多くの人がこの稼ぐ力をもっとブーストできる余力があるはずなんです。なので稼ぐ力がまだ十分じゃないと自分で感じているのなら、投資をどこにするのかよりも稼ぐ力を高めること、に自己投資をすること、本業にコミットすること、これがまず重要なんです。そして稼ぐ力がある程度高まったら他の力を伸ばしていく。この順番でお金の総合力を高めていきましょう。ちなみに今回途中で紹介した資本主義の仕組みを理解する21世紀の資本の解説動画は概要欄にリンクを載せておくので、気になる人は勉強として見てみてください。最後に大事な知識がより記憶に定着するようにおさらいしていきます。お金の勉強をしなきゃ一生搾取され続ける理由という内容でやってきました。お金の勉強をしなきゃいけない理由は、今の社会のルールを理解して、そのルールにうまく波乗りするためです。そしてそのお金の勉強とは、投資の勉強ではなく、お金の総合力を身につける勉強であり、貯める、稼ぐ、増やす、守る、使うの5つです。この5つの力の掛け算なんですね。なので、このお金の勉強は、5つの力の一番弱いところからカバーしていくのがセオリーなので、人それぞれ違う弱点をまず克服していくということが大事です。ただ、一番伸びしろがあるのは稼ぐ力なので、稼ぐ力を伸ばすことを最優先にして、ある程度稼ぐ力が備わったら、他のお金の力を高めていくことがおすすめです。これは自由に稼ぐ資本主義社会というルールなので、この稼ぐ力を大きく伸ばしてから、他のお金の力を高めていって、効率的にお金の総合力を高めていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は、高評価、コメントをしてもらえると嬉しいです。では次回の動画でさらにお金と時間から自由な世界に近づいていきましょう。